はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TSK さんから、はい、マッチアタッククロームですね、2つで、日曜日発送ですので明日ね、月曜日最短着となります。よいしょ。はい、じゃあ、パックからカード全部取り出してからもうなんか金利風ぐらいが普通に一箱から出てくる感じですね。ほぼ出るんじゃないかなと思います。でオレンジに行ったり、レッドになったりスパフラになったりという感じですよね。これは非常にいい商品です。リアルカードが、まあ、299以下とはいえ箱で、まあ、18パック中8枚9枚出るって今年度最初で最後じゃないのか多分この商品がそんな気がします。サッカーカードは特に。よいしょ。はい、じゃあ行きます。はい、ウィステル、これが箱2枚ぐらいのキラキラリーフですね。サンチョモレノさん、お、ザニオーロリーフです。エダーソンのパープルは299、ビニシウスいましたね。はい、青150、シリアルは後ろにあるんですけど、あの次出たらちょっとピケさん、プリちゃん、うん、パープルか、エリオットさん、ここにありますね。ちゃんと刻印ですね。カードの出来もね、悪くないですね。はい、ベリンガムが、これがルーキーカードであろうと、まあ多分トブクロが出たらこれも跳ねるんじゃないかなとちょっと思ってますが、ビサーカの99ですね。グリーンは99、まだ1年目の商品ですからね。ただマッチアタックとしてはコレクターの人口はかなり上がってきてますね。結構ヨーロッパの方とか動画で開封の方をねやられてる方が多いんで、まあ時間の問題ですね。まあアメリカだとこちらの商品175ドルです。よいしょ。日本から、あ、ハーランドが、これがベースですね。これが人気がありますね。店長から買って eBay で販売しても1個4、5000円儲かります。はい。ペペさん、青。お、ゴールド。あ、オレンジだ。はい。ライジングスターなんだ。これからかな。オレンジ来ました。25尻の1番。バイエルンだ。おお。後々っすね。こういうのがね。よいしょ。マネさんだ。スターリングのグリーン99、グリーンもだからこれで2枚目でしょ。でオレンジだもんね。でディパープル、ロディさん、リフ。はい、ということで、オレンジ含めて 1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚色リフシリアルです。それとハーランドベースと、ベリンガムルーキーカードだろうと、はい、思いますが、出ました。18の4しかないんで、72枚しかカードが出ないんで、目当ての選手を引こうと思ったら2箱半1ぐらいです。だから、自然とベリンガムの発行枚数も出てくる。ベースカードがね。まあ、約、まあ、5000切るような感じ。まあ、4000。ちょいぐらいじゃないかな。そこからグレーディングして点取れるのが半分ぐらいあればぐらいじゃないですか。
そうなると普通に、まあ活躍次第だけど、まあ現状でも250ぐらいつかないとおかしいよっていう算段になってくるんですよね。お、はい、とりあえず一番目にあったんで、とりあえずこれだけ、はい、ファティいましたね。はい、じゃあ行きます。ダニーロさん、キラキラパープルですね。パイエットさん、とりあえず、ちょっと待って、ここに置こう。はい、チアゴシューバーリフ、ペレグリーニ青リフ、ロドリゴ、ロドリゴは2年目扱いなのかな。お、サラリフ、グリーン、ピエットさんだ、99、ルカクパーポ、たまたまネイマールがひっくり返ってたんですね。ロディさん、お、バーディーキラキラ、お、クリロナ、クリロナメッシはね、弾いてきます。ミューラー、ベースカードでもね、1人4000ぐらいでしょうから、まあ多分ジュニオール、リフ、ビニシウスですね。お、ゴールド、誰だ、お、グリーズマン、金リフです。もう箱1ほぼ 50cd 以下が、あ、1番これね、出てくるような感じです。ネマール青、150、バペ、フェルナンデスさん、パーポ、お、カイ君、ハベルツ、ハーランド来ました。はい、で終わりですね。はい、まあファティも出たしね、イロリフのところもグリーズマンとかもいいとこもいましたし、ルーキー系もね、ちょいちょいちゃんと出てますから、ハーランドは両方出ましたね。でベリンガムも出たしっていう感じです。はい、ありがとうございました。